セイバーフ大聖堂は、ベルギー王国、フランデレン地域の東フランデレン州の都市ヘントにある、ローマカトリック教会の教会。ヘント市民が聖人として通敬するヘントのバーフに、由来している。日本語表記では、バーフの英語読みである、バボ表記が用いられる場合もある。1540年以降、セイバーフ教会となり、1559年以来は、 ローマカトリック教会の主教座制度である。神秘の子羊が寄進され、右与曲折を経て、再び本制度で公開されている。もともとは、洗礼者ヨハネに剣道され、聖安教会の名称だった。ヘントの城壁内で最も古い教会であるが、教区民の寄進によって建設が行われたため、完成までに長期間を要している。毛織物職人の様子フェイトは、 西安教会の管財人を務めており、1410年から1420年にかけて行われた南側の礼拝堂建設に際して寄進を行った。この時、フーベルトファンエイクに祭壇を飾る絵を注文し、これが後に神秘の小羊となった。祭壇画は1432年に完成した。1500年2月24日、ブルゴーニュ港。 フィリップの長男としてカールが誕生し、3月7日にその洗礼式を本教会で執り行った。1538年頃、ヘントの市民たちが反乱を企てるが、フランス王フランスは一世から支援を得ることに失敗し、1540年2月24日に君主であるカールに無血解除をする。カールは首謀者らを即処刑し、 ヘントの様々な特権が剥奪された。この時、カールは、スペイン兵を中途にさせるためセイバーフ修道院を取り壊して、要塞としたため、同修道院から、聖堂参事会を西安教会に移す許可を与えた。以後、セイバーフ教会として知られる。カールの長男である、スペイン王フェリペ2世がネーデルラントを継承し、1559年5月12日、 司教区を再編させ、セイバーフ教会をヘント教区の司教座制度とした。神秘の子羊は18世紀以降、散逸及び損傷したが、1919年のベルサイユ条約によりドイツからベルギーに返還された。しかし、1934年に東南事件により1枚のパネルが現在まで行方不明となっている。 第二次世界大戦中はフランスに疎開させたが、BC 政権からナチスドイツの手に渡り、戦後、ヘントに返還された。1986年までフェイト礼拝堂に飾られていたが、盗難防止等のため急戦礼堂に移設された。フェイト礼拝堂は狭く、絵全体を見ることが困難だった。 祭壇側2012年から2017年にかけて最新の科学技術を用いて修復された後、再びセーバー不大制度に戻されている。ありがとうございます。